行くぞ。頼んだからね。これで決める。リーザ行くわよ。リーザ連絡。一緒に行くよ。くらいなさい。これで決める。スイッチングス。スイッチングス。チャンス。
これで決める。食らいなさい。いけるわ。食らいなさい。チャンスよ。
これで決めるわ。やっと。レベルアップ。回復するね。
それじゃあみんな乾杯。いただきますリズ。任せなさい。なんたってあたしが。まさかいきなりレアアイテムを引き当てるとは。ついレアって言ってもゲーム開始直後だし、少し攻略が進めだったらサクッと売っちゃって、こうしてみんなにごちそうし。リズかっこいい。なんだよリーファ。ご機嫌そうだな。こうしてみんなと一緒にゲームを始められたのがなんだか嬉しくって。私 SAO は後からログインしたし。リーファーゲームに無縁だと思ってたのに、まさか最新ゲームの ALO で。 ALO だから続けられたんだと思う。空を飛び回るの楽しいし。そりゃわかるよ。アルブヘイムオンライン、通称 SAO 事件によりフルダイブ技術に批判が集まる中、それでも衰えない安全を謳うナーブギアの後継機アミスフィアの普及により ALO は瞬く間に人気、妖精の姿となり自由に空を。そんなゲームにある日、幼いながらに天才と称された七色アルシャービン博士。セブンは現実と仮想世界の両方でフルダイブ技術への。その行為は幼さゆえの強引。今回は晴れて足並みを揃えてゲームを始めることが。はい、一緒に始め、なんかこれからみんなで頑張るぞって雰囲気。このゲームではみんな同じ立場で苦楽を共にするわよ。あ、酔っ払いみたいだな。外部から添付ファイル。これってまさか。どうかしまっ。ああ、シリカにとって。え、よし。やっほー、ユイちゃん。それにストレアさん。プログラムであるユイたちをこのゲームに展開できないかいろいろ探っていたんだよ。けどまさかこんなに早く。ピナ。ピナ。よかったな。はい、まさか。パパママユイ。 SAO のシステムプログラムとして作り出された AI、 元はプレイヤーの精神状態を監視する MHCP という。俺も。私もだよ。ああ、ユイは俺。ここでもパパや。私もこっちでみんなと会えてすっごく嬉しい。ストレア、ユイと同じく MHCP で SAO の不具合により覚醒したプログラム。見た目のギャップはあるが、ユイ曰く妹分らしく天真爛漫なその性格。ストレアやピナも欠かすこと。 AI である私たちをそんな風に思ってくれてありがとう。だが抱きつこうとす。喜びを表現。ストレア、パパを困らせ。さすがお姉さん。見た目は逆に見えても私の方が年上ですから。ブーブー、そんなに心配しなくても大丈夫なの。じゃあユイちゃんたちも私のおごりだから好きなもの。わあ、リズベットさん。なん、実はね、でだからそれを売ったお金で。そうなんですか。ね、白鋭の牙。白鋭の牙。まあ今の段階では珍しいってだけだろうけど。あ、すごいですよリズベットさん。ドロップ率 0.0 これで作られる武器は特殊効果がつくので、長く先に進んだとしても手に入れる機会が少ない。まさにレ。それを。そ。うわ、私のレアアイテム。だ、だし。私のバカバカ。ほらリズさん、レア武器なんか持たずにみんなを。とここはおごりじゃなくて自分。それがいいか。
じゃあ私もログアウトします。ああ、また。じゃあね、リズ。あ、そのバカね、平気よ。貴重な武器の1本や2本。じゃあまたね。リズがたくまし、俺だったらす。それにしてもデータを移植しているから、この町や君やみんな。そうだな。うん、それじゃあ私も落ちるね。もちろん。さてと、ログアウト前に一回くらいクエストを回してから。ん？ NPC？ それが NPC の少女と俺の